ジャンボ兄弟の中で、一番のいたずらっ子といえば、誰になりますでしょうか。いたずらっ子。決めました。決めました。はい。せーので言う。せーのでお願いできますか。はい、うん。はい。はい、せーの。今田さん。<laughs> 違ったね。違いましたね。はい、あ、浮かんだんですけどね。はい。いや、でも、わかりますよ。はい。 <laughs> あの自分もわかりますよ。<laughs> はい。<laughs> すごさんはどうたですか。私は妻ばぶきさん、はい、お兄ちゃんを選んだ理由は、うん、なんか常にアイディアマンと言いますか。うん、なんで多分いたずらとかもなんか巧妙な面白いものを仕掛けてくれるんじゃないかっていうのがあります。 ですし、なんか,普段からなんかちょっとこうウキウキしてるっていうか,なんかいたずら子特有の,このウキウキ感が出てるなって感じていたので妻夫木さ,ししさ,、ね、さんもすごく分かりますが自分は今田さんを選ばさせていただきましたねどう今田さん、なんだろう本当は常にふざけてるんじゃないかと思うんですね。<laughs> ななんんだかかここう、なんかこう、そんなこう、ずっと喋ってるような方ではないんですけど何かをこう、よいスタートになった時に何かを常に狙っている感じがあって仕掛けられてるる感じがすすごくあるんですね。なんかその,その吉岡さんとは違うベクトルのワクワクドキドキを常にくれている感覚が常にあるのでやっぱり現場に行くと。 見ちゃいますね何をしてくるんだろううっていうだからもう常にこう狙いを定めてるんじゃないかという気持ちを込めての今田さんですね視聴者側だとなんかいたずらっ子っていうとイメージだったのが山本さんかなと思ったんですけど違いますあー全員なのかもしれないですよね <laughs> 何かをやってやろうという気持ちはあるんじゃないですか。<laughs>